こんにちは、バランです。今日はいよいよ日本も梅雨シーズンに入ったということなので、このアジサイのデザインのピアスを作っていきたいと思います。そして今回このアジサイのお花の形を作っていくのに使うものを、いつも通りこのシルバーのワイヤーを使っていこうかなって思ったんですけど、この4枚の花びらで1つのお花かけるそのお花の個数分作らないといけないので、かなりのワイヤーを同じ長さに切って、その同じ長さのワイヤーを加工して花びらにするっていう作業が結構めんどくさいなと思いました。今まで作った花びらは5枚だったり6枚だったり、結構本数も少なかったので作りやすかったんですけど、正直今回のは時間がかかるなと思ったので、今回はこのワイヤーの代わりに丸カンを使っていきたいと思います。丸カンとっても便利でよく使うんですけど、大量に入っていてなかなか使い切れなかったり、特にこのシルバーの色はあんまり出番がなくって、どんどんゴールドは減っていくんですけど、こっちの色だけ余ってしまっているので、今回はこのシルバーを使っていきます。で、今回このアジサイの花びらをこの丸カンで作ろうと思ったんですけど、できるだけ分かりやすく皆さんにお伝えしたいのに、小さすぎてちょっとこう手に隠れてしまったり、作業が見えなかったりして取りづらかったので、少し大きめの丸カンを使いたいと思います。この丸カン結構サイズが大きいので、この画面内でもこう作り方がうまく皆さんに伝わるかなと思ったので、ちょっと今回はサイズが大きいんですけど、この丸カンを使って作っていきたいと思います。今日使うものは透明のレジン液、アジサイの花びらの着色としてブルー、バイオレット、ホワイトの3色を使っていきます。それから花びらの装飾として半球のオパールとゴールドのブリアンを使います。まずワイヤーのつなぎ目部分を上にして、このつなぎ目を一度開きます。片方をまっすぐに伸ばします。で、もう片方もまっすぐに伸ばします。そうするとこんな風に U の字型になるので、この先っぽをまたくっつけます。本当に今日の作業はこれだけなので、いつものワイヤーの加工に比べるとかなり時短になります。あとは今回このアジサイのお花を5個を作るので、 5×4 で20個この花びらを作っていきます。
少し大きめの丸カンを使って今回はアジサイのピアスを作ってみました。これはかなり大ぶりなんですけど、本来のアジサイピアスはこのぐらいのサイズで作っていました。これが一般的な大きさの丸カンのサイズなので、多分皆さんお持ちかなと思うんですけど、このサイズで作るとこれぐらいの耳にコロンとつくアジサイが出来上がります。こっちのアジサイのピアスは紫とブルー2色で作りました。できるだけ分かりやすく作り方をお伝えしたかったので、かなり大きくなったんですけど、今回はこの大きさの丸カンで作りました。本当はこっちのようにこう丸くアジサイらしくギュッと詰まった感じにしたかったんですけど、ちょっと大きすぎて丸くギュッとやるとちょっとバランスが悪かったので、あえてこう縦に流してこうくっつけてみました。なんとなくアジサイが垂れ下がるようなイメージで作ってます。実際につけてみるとやっぱりこっちの方が耳にフィットするのでつけやすいかなと思います。今回は梅雨の時期にぴったりなアジサイのピアスを作ってみました。少しサイズの大きい方はブローチなんかにしてあげても可愛いと思います。小さい方のアジサイピアスは1色でもいいし、2色でも3色でも自分の好きな色味で作ってあげると可愛いかなと思います。今回はワイヤーではなく丸カンを使って作るアクセサリーでした。いつもよりも作る時間がぐっと短くなったので、大量にもし作る方はこううまく何かを代用して作ってみてもいいかなと感じました。このアジサイピアス少しでも可愛いなと思ってくださった方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画もぜひ見てください。